以前高校の校歌というのをやったんですけど、今日はちょっとね小学校校歌をやってみようかなと。ちょっと恩しようという歌をやったはずなんで、小学校のこう学校には全部ね校歌っていうのが、どの学校にもあるんですけども、その学校の卒業生にしかわからないというね歌ですけど、で芥川小学校というね、小学校でね、歴史ある小学校で、これね僕がね在籍してるというか、僕が通ってた頃でね創立100年ぐらいだったんでね、それから50年ぐらい経ってるんで、おそらく創立150年ぐらいの学校になってると思うんですけど、今は、小学校中学校、高校とね、校歌あるんですけど、僕はこの小学校の校歌っていうのはやっぱり、これが一番好き校歌の中でね僕が通ってた小学校中学校高校のね校歌の中でこの校歌がやっぱり一番好き、なかなかねいい曲なのよ歌ってみましょうか。コードはこう適当にやってるんで、でこうねこうこれ2カポの C で弾いてますけども、C からねこういくとここでねこうセブンスコード入れてね、C のセブンスで F で C に戻ってで A マイナーで E マイナーで F で G で C で E マイナーで G で F でここ A マイナーA マイナーでもいいんだけど、このベースを C、A マイナー7っていうね、A マイナー7だけど、ここがねメロディーの音なんで、で E マイナーで D マイナー7の、で G C、でここちょっとね高く上がるんで、コードはね C ですけども。C、A マイナー、E マイナーというね、流れですけども、でここまで D マイナーで D のこのメジャーを入れて、こういうね、
歌なんですけども、でね、ちょっとこの YouTube の中にはもう当然全然ないんですけども、なかったですけども このね、ちょっとこのウェブで調べて、その芥川小学校のホームページみたいなのがあって、まあ、そこにね歌詞載ってるんですよね。で2番まであるんですけども、2番の歌詞ってね、なんか全然記憶なかったですね、見てみたんですけどなんか全然記憶ないなこの歌詞って感じで、1番の歌詞はね覚えてるんですけどね、明日夕べに北雪のっていうね、明日夕べにっていうのは、この明日っていうのは朝のことですよね。朝のことを明日って読むんですよね、あれね。朝夕に北雪の、北雪っていうのは大阪の北部地域ですよね、北雪っていうね、まあ、大阪ね、南の方は泉南とかね言ったりしますけどね、北雪っていう北大阪の、大体そこら辺りの地域を北雪って呼ぶんですけども、深き恵みに抱かるるっていうね、抱かれるじゃなくて抱かるるっていうね、我が学び屋の芥川って、高き理想を目指しつつ学ばん今日ももろともにってね、小学校の校歌をちょっとやってみました、中学の校歌はやるかどうかわかんないです。中学の校歌あんまりね、あんまりいい曲じゃないよね、この芥川小学校のこの校歌はね、いいよね、このこういう出だしもね、なんか、いいでしょ、いいでしょって言われても分かんないかもしれないけど、僕は割と好きな、好きな曲っていうか、なんかね、何とも言えない、懐かしいというか、どうなんでしょうね、みんな小学校の校歌って、覚えてるんでしょうかね、僕のこの見てる人っていうのは大体60歳ぐらいの人がほとんどなんで、50年ぐらい前の記憶になってくるんですけどもね、まあそんなわけで誰も聞かないかもしれないですけども、ちょっとね、これでYouTube で芥川小学校の校歌って検索すると、僕のこれがヒットするので、どれぐらい再生されるかは分かんないですが、ということで、ちょっとね、小学校の校歌をやってみました。